元町映画館は兵庫県神戸市中央区の元町四丁多め商店街にある映画館。運営は一般社団法人元町映画館であり、コミュニティシネマの一つとされる。かつて元町二丁目に存在した元8は無関係。2000年、小2回の堀氏は元町四丁多め商店街の閉店したパチンコ屋を購入し、 テナントからの賃貸収入で借金を返済しつつ、映画館開館の準備を進めた。そのテナントが撤退したことで、映画館設立の準備を本格化させ、一般社団法人元町映画館を設立。ペンキ塗りカーペット張りカーテン縫いなどは、自らで行い、映写機、スピーカー、座席などはすべて閉館した、映画館から譲り受けた。黄緑色は、六甲山、赤色は、 神戸ポートタワーを表したロゴを作成した。2010年8月21日に元町映画館が開館。初日の上映作品は狙った恋の落とし方と赤毛のアングリーンゲーブルズへの道。上映作品は洋画、邦画を問わず大手配給会社公開作品からエルトポ、息もできないスプリングフィーバーなどのミニシアター系作品まで幅広く公開している。 ザコーブ、安国安国など論争となりかねない作品を上映する際には上映後に講演会やトークショーで補足説明を行うことが多い。ありがとうございます。